はい、どうもどうも、元キャンプです。今日は約4年間、走行距離でいうと2万キロ乗っているこの GSR400 を素人なりにですね、インプレッションというか感想をお伝えしていきたいなと思います。これから GSR 乗りたいなとか、 GSR ってどんな機種なのかなっていうのを考えている人にとってですね、参考になるような情報をお伝えできればと思います。GSR400 の特徴というか気に入っている点が4つ個人的にはあって、まずビルトインの後方排気マフラーがかっこいいなというのが1つ、それからですね、高回転型のエンジン、4気筒エンジンなのでやっぱり回して楽しい、アクセルをたくさん回した時の加速がやっぱり楽しいですね。であと GSR400 って重量が約200キロあるんですけども、その重さがですね、まあ、いいのか悪いのかっていうと、私は割と結構今までツーリングしていていいなって思うことが多くありました。この200キロっていう重量のおかげでですね、結構直進安定性につながっていて、高速道路なんかでも横風に煽られづらかったりして、非常に安定した走りにつながっているなと感じます。で、最後の4つ目なんですけど、私はどっちかっていうとツーリングとかキャンプツーリングを楽しむタイプのライダーなんですけど、この GSR400 はキャンプツーリングするにも全く問題のないスペックですし、街乗りなんかもしっかりこなせることができます。なので街乗りから遠出のツーリング、あとは北海道ツーリングみたいにね、本当に何日も行くようなキャンプツーリングもこなすことができましたので、本当にですね、ネイキッドらしいオールマイティな楽しみ方ができるんじゃないかなと思ってます。よっしゃ、ここら辺でいいだろう。GSR400 のルックスで個人的に一番好きなのが後方排気のマフラーですね。で、しかもただ単に後方排気してるだけじゃなくて、ランプのデザインとこのマフラーのデザインがこう一体化されてて、非常にこう後ろ姿がかっこいいですね。なのでこういうちょっと斜め後ろから撮ったりすると、なかなか精悍な絵でですね、個人的に気に入ってます。そして GSR400 は高回転型の4気筒エンジンを積んでいます。高回転域での加速が非常にいいので、6000回転を超えたあたりから強い加速を感じることができます。さらに1万回転あたりまでエンジンを回すと、ふわーっていう高めのエンジン音とともにとても強い加速を体験できます。で、一方で高回転域のエンジンなので4000回転以下のあたりは加速が遅くて、原付2種の方が青信号になった時の出足が速いってことがあります。それでも GSR400 は街中で車の流れに乗れないってことはなくて、公道で走っていても全く問題はありません。またトルクが弱いっていう指摘をする人もいますけれども、私自身はですね、タンデムでしかも荷物も降り積載っていう状態で四国の険しい山道を登ったこともありました。その際もですね、 GSR400 はしっかり問題なく登ってくれましたので、トルクが弱いっていう声もありますけども、私自身は、公道を走る分には十分なトルクがあるバイクだと思ってます。何よりですね、高回転型のエンジンだけあって、やっぱりアクセルを回して初めてその魅力を感じることができるんじゃないかなと思います。で、よくある質問というか聞かれるのが、 GSR400 って速いですかっていう質問なんですけど、速いか遅いかで言ったら速いと思います。ただしバイクの特性としてエンジンが高回転型なので、例えば同じ陽気なバイクで言うとホンダの CB400 と比べた時に、ホンダの CB400 はもっと低回転域にパワーバンドを設けてあるので、 GSR400 と比べた時にやっぱり出足はCB400 の方が速いんですよね。エンジンをガーって回していくうちにどんどん高回転になって出力が出るので、最終的なスピードというか最高速に関しては GSR400 の方が速い、出力が大きいと言えます。
で、ただ低回転域が弱いという特性があるので、例えばカーブみたいに一時的にこう回転を抑えるとか、ブレーキングをしてから曲がるようなシチュエーション、カーブを曲がり切った後の再加速の伸びに関しては、いまいちだっていう人もいますね。GSR400 は約200キロの重量で、400cc のバイクの中では重たい部類です。またタイヤもリアが180と大型バイク並みのタイヤを乗せています。この重量と大きなタイヤのおかげで直進安定性に優れていると言えます。高速道路などではですね、多少の横風にも煽られないですし、アスファルトの凹凸を拾ってバランスを崩したっていうこともありません。車体重量がしっかりあるため、キャンプツーリングなどで荷物を乗せた時も重心が不安定でフラフラするっていうことはありませんでした。またフレームも剛性に強いフレームが採用されておりますので、安心して身を任せていられます。体が小さいと取り回しに苦労する方もいるかもしれないんですけれども、女性でも GSR400 に乗っているっていう人もいます。残念なのが GSR400 には車外パーツが少ないっていうことですね。ネイキッドバイクをいじるのが好きな人にとってはパーツが少ないので物足りなさを感じるかもしれません。私もキャンプツーリングでもっと荷物を乗せたいのでキャリアを探したんですけれども、なかなかですねきちんと荷物が乗せられる丈夫なキャリアがなくて、このキャリアをですねワンオフで、業者に頼んで作ってもらいました。だいたい5万円ぐらいだったと思います。で、次に乗車姿勢と足つきに関してなんですけど、私は身長171センチ、体重62キロの普通体型ですね。で、足つきに関しては両足がつくぐらいです。かかとまでべったりはつかないんですけど、両足でつま先がつく程度ですね。片足ならべったりつくような感じです。で、乗車姿勢はマイルドなやや前傾、とてもネイキッドらしいオーソドックスな姿勢だと思います。で、次にタンデムなんですけど、タンデムに関してはですね比較的やりやすい方だと思います。タンデムシートはそこそこ広いですし、後ろに座ってる人も比較的ゆったり座ることができます。普段私も奥さんを後ろに乗せたりしてるんですけど、その状態で北海道ツーリングとかも行ってきたりしたので、めちゃめちゃタンデムしやすいってわけではないんですけれども、シートもそこそこ広くて、ちゃんと後ろにがっちりとしたグラブバーもついているので、タンデムはまずまずしやすい部類だと思います。で、次に積載能力なんですけど、 GSR400 の積載能力はあんまり高くありません。こういうところにですね荷掛けフックも特になくて、でシート下の収納がどうなってるかっていうと、こんな感じでシート下を開けてみますと、基本的に物を入れるスペースっていうのはほとんどなくてですね、ここにバッテリー類があって、ここには ETC を積んでるんですけど、もう ETC の機材をここに積んだらもう特に何も入れるものがないです。あとはもう車検証を入れるぐらいしかないですね。で、シートの裏を見ると車体にですね荷掛けフックがない代わりに、このシート下に荷掛けループっていうのがあります。このループにロープ類を通して荷物を固定してくださいっていう形なんですけど、ちょっと荷掛けフックみたいな金属製のフックと比べたら少し頼りない感じがしますね。それでもタナックスなんかの、バイク用のバッグなんかは問題なく積載させることができますので、バイク本体自体の積載能力は高くないんだけども、バイクバッグをきちんと取り付けることはできるので、積載能力に関しては工夫したいかなといったところですね。で、燃費に関してなんですけど、公表スペックではリッター32キロなんですけど、実際に走ってみると、例えば東京都内だとストップ&ゴーが多いので、実際はリッター17キロぐらい、郊外のツーリングだと省エネ走行でリッター25キロっていったところです。だいたい大まかに測った感じでこんなところです。4気筒エンジンなので、まあまずまずこれぐらいの燃費性能だと思いますね。
で、旋回性能なんですけど、これはまずまずだと思います。私もたくさんのバイクに乗ったことがあるわけじゃないので、あんまり比べることはできないんですけど、普段走ってたりとかですね、ワインディングを楽しむ分には全く問題ない旋回性能です。重量があったりタイヤが大きい分、ものすごく小回りが効いてひらひらと曲がるような感じではないんですけれども、どちらかというと高速カーブを楽しむのに向いてるんじゃないかなと個人的には思ってます。はい、というわけでGSR400 に乗ってみた素人の感想とインプレッションでした。この動画が参考になったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。モトキャンプでした。またね。